何かもし聞こえる方がいらっしゃいましたら、ぜひ電話して、電話して、頑張って聞いていただきたいと思います。さあ、そしてこのハイカドリーナさん、最近ね、仙台でずっと戦場の道場で練習しているということで。変わりまして、ノンコーナー、ナイルの長島千代。なかなかこの珍しい6人タッグマッチ、そしてこのカオル選手とね、千佐子選手が対角のコーナーにいるというのも非常に珍しいカードになっております。さあ、先ほどのビッグバンニコルに続いて、最近戦場でもおなじみのナイラローズ、そして長島千佳代選手。ナイラローズもでかいんだこれ。まだそうなんですよ、カオルの長島って元ガイアなんですよね。これあとこのね、ハイジカドリーナとナイラローズのこの絡みっていうのも、もう何ですか、今の日本の女子プロレスにはなかなかない、このでかい外人同士のぶつかり合いってね、これは非常に見ものですよ。僕スクワットは最高で500回です。もう今でも今絶対無理です。膝がもうポンコツなんで。ええサービスやろ。飴をあげましたよお客さんが。今無理やよ。あの飴ね、その場でね、お客さん食べてましたね。これね、普通に痛いね。そうなんですね、確かにカサンドラもこのごつさでいうと、そのうちあのね、ハイジカトリーナと並ぶぐらいの体になる人来るんじゃなかろうかと思うぐらいの、発達ぶりですね。カサンドラ、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 ハイジの足の長さはね、この僕が今近くにいるときに見ていただくと分かりますけど、ハイジの腰の位置が僕の肘です。ちょっと威厳を保つために一発やり返しておかなきゃというところでしょうか。さあ、この場所で打ち飛ばして先手を取ったのが長島千佳代。しかし、距離をピタッと止めるこのカサンドラムーブ。さあ、そしてなぜかハイジに伝染するこのヘッドバン。さあ、アグコーナーがちょっと壊れつつあります。何のフェスや。ハイジがね、この時さっさらなんですよね。
ハードコアの様子を呈しておりますが、軽々といった感じのこの抱え上げ、さあ滞空時間の長いブレーンバスターナイラローズ、ハイジの圧がすごいですよ。6人タッグを保つコツはいかに常に全選手見てるか、広範囲を見るか、リング下を見るかってことですね。僕もともとね、こう育ったのが大阪なので、大阪はもう6人タッグ、8人タッグ、10人タッグ当たり前でしたから、そこはね、やっぱり視野はなんていうんですか、広い自信はありますよね。ほど女子はあんまり動かないですからね、あの6人だけのスカイプル選手はこの試合を除きますけど、赤コーナー落ち着きのないの塊ですからね。私はいつでもどこでも何でもさばきますよ。デスマッチから、ルチャから、女子から、男子から、じゃあね、オールジャンル対応が出ていきます。さあロメロ上げたい、上げたいがちょっと足りない、ちょっと足りない、ちょっと足りない、これはいけない、これはいけない。息を吹き込めてくるってよく分かんないあれなんですよね。さあようやく反撃、一応パートナーパートナーですからね、ちょっと負けてらんないライバル質問もあるでしょうか。さあここでカーサンドラにタッチ、大先輩の相手、おい、なんちゅうしばき方すんねん。さあ抱え上げて、ここは耐えての、さすが技術で持っていた垂直ラッカー、ブレンバスター、なかなかいい角度で落ちていきました。それでも折れないカサンドラのこの角、そして打点の高い正面飛びミサイルキック、失礼いたしました、ドロップキック。あそしてこの秘密兵器ハイジカトリフィナにタッチ、パワーがすごい、この絡み
一撃でナイラローズをアウトさせました。が重いハイジカトリーナ、その場でのギロチンドロップ。さあここから、さあこの体勢はジャイアントスイング、軽々と軽々と、あのフォールの仕方も大型選手のフォールですよね。ディスイズ体固めという抑え方でした。さあここでカーサンドラにタッチ、弱った相手には。さあここでどう攻めるか、おーっとブーツの相打ち、ここはカオルが打ち勝った、コーナーを間違えたカオル。テーブルの上にあのブレインバスター行ったんで、あれは認めません。さあブリッジ切り返す、ここは技で見せるカオル。ここから何を狙う、さあハイジは最近の、ね、このハイジとカサンドラ宮城の連携でしょう。よく上げて、そこからのトーペスシーダー、さらにはコーナーから、さあ場外向けて出してきた子が構える、そしてクロスボディー、あれハイジの役柄を僕がやってるときっとあのケツに角が刺さって終わるんですよね。足の短さは負けません。あドラゴンスクリーで膝を破壊。さあその足を取って、さあこれ4の字の体勢でしょうか。さあ返してきました。さあこれはカサンドラピンチ、完全に味方分断されております。さあカットに入ってくる選手それぞれ分断しますが、ここはなんとかカサンドラロープスケープ。
あ、カサンドラようやくコーナー戻り、ダーシュ草越タッチ。してまいりました。おっとこれはちさ子選手大ピンチ。相手はナイラローズ。この1この日1番の体格差。さあ走り分けてのラリアテールボー、そしてチョップ重い。さあエルボードロップ連発で打ち落としていきます。この巨体からさあジャンプを加えてのエルボードロップ3連発。これも返したダッシュ草子。ワイルドっぽいというかもう完全にワイルドですよね、ナイラローズ選手。さあこれは十字固めに持っていきたいところだが、さあちょっと体重差がありすぎるか。なかなかここまでの体重差はありません。さあ強引にラリアットで投げ倒していったナイラローズ。しかし後ろにはコーナーにはカーサンドラが構えていた。ミサイルキック。さあちょっとこの辺りコーナーが ちょっとチームワークが乱れたでしょうか。そして高い高いダイビングウッドスタンプ。これは体格差をカバーできるか。っとこれは返された。のところリズムよくいけばね赤コーナーが勝機あったんでしょうけれども、ちょっと乱れた隙にさあこの分断する圧力を与えてしまいました。テーブル3連発。あーっとこれは飛んでいってしまった。そのまま飛びのスプラッシュ。ここはカサンドラのカットが間に合った。両方に回転してこれ見事ね。これはカウント2。あとしかし軽々そのまま攻めました。これはさあ体勢を振り返って丸め込んだが、これはカウント2でクリア。さあこれはプッシュ。さあ押し潰す形となりましたが、さあもう一発何を狙うか。ダチした子、しかしこれは簡単に取られて、ウラカンラナを狙ったところ強引にパワーボム。うわ強烈。しかしカエルを入れ替える。なんとかついてクリア。そしてこの横井のハルマズ、なんとこの一番の体格差をクリアいたしました。ダッシュキサコでスリーカウント。これはこれはまあタイトルとかキャリアとかないにしてもなかなかのびっくりな結果じゃないでしょうか。何も聞こえないですよ。何も聞こえないですよ。何も聞こえない。何も聞こえてないですよ。はい。
さあ、見事な勝利でございました。ダッチュ・ちさ子選手、勝ちはしましたが、あのパワーボムを食らうと、てかよくあのパワーボムを食らって、そのままエビが切り返しましたよね。そうなんですよ。取ったことよりも、あのパワーボムを食らっておきながら、そのままフォールに行くというのが、恐ろしいですね。いやいやいや、すげえ。そうですね、パワーボムの無力化というか、今のは、パワーボムの何ですか、勢いがありすぎたためにこう、しかもリングの真ん中で食らうと、受け身を取った後にちょっと跳ねるんですよね。その反動を利用しての丸め込みということで、